二代目、中村金之助九月二十九日隊は、歌舞伎役者。本名は、小川信次郎。野号は、よろずや。縄文は、霧町。かえもんは、よろずやずるかたくえ。歌舞伎名跡中村金之助の東大。慶応義塾高等学校中隊。1959年九月二十九日、四代目、中村時蔵の次男として、東京に生まれる。兄に五代目。 中村時蔵、おじに、俳優のよろずや金之助、中村勝男。初代、中村隼人は、長男、女優、千春子は長女。1964年7月歌舞伎座、宮島のだんまりに、中村慎次郎の名で、初舞台。端正な顔立ちと、スマートな体格で二枚目を得意とする。長く三代目、市川猿之助門下で舞台を務めていたが、 1997年から5代目、中村富十郎について、古典歌舞伎を中心に経験を積んでいる。平成10年代における歌舞伎役者は立役を得意と、するバテランとその子らの世代に役者が揃っているが、その間の世代の層が薄く、中堅の2枚目役者として、貴重な存在となる。金本中心蔵の小野帝九郎や、吉常千本桜の主め、 小金我のような役を演じることが多いが、近年では、総長長クルワ日記の山崎や、よごろう、足やアド大内アキラ、クズの葉の安倍の安野など主要な役どころを務める、機会を増やしている。2007年4月歌舞伎座、木一方言三略巻、菊畑の虎像実は牛若丸と、総長長クルワ日記、相撲場の離れ駒長吉と、山崎やよごろうで二代目、 中村金之助を襲名、上記以外のもの。ありがとうございます。